新宿の狼は、スパイクが2009年2月12日に発売した、プレイステーション2王アクションアドベンチャーゲーム。実在の街である新宿を舞台に、プレイヤーは、新宿の狼の異名を持つ一匹狼の刑事、三上英治となって様々な事件を解決する、通快アクションアドベンチャーゲーム。もともとはカプコンが開発しており2006年11月に、タイトルが発表され、 画面写真やイメージイラストなどもかなりの数が公開されていたが2007年6月8日に開発の中止が発表された。担当プロデューサーは和関真二、企画立案は喧嘩番長の生みの親である松本智幸。シナリオは稲葉洋隆キャラクターデザインは一徳。開発中止後、スパイクからリニューアルして発売された。 開発中止の理由については、皆様のご期待に添えるクオリティに達する見込みが立たなかったためとなっている。オープンワールド形式のアクションアドベンチャーであり、自由度が高い。プレイヤーは、新宿で起きる犯罪に対処しながら、ストーリーを進めていくことになるが、誰かれ構わず逮捕したり、銃やバズーカを街中で放ったりといった無茶な行為も可能であり、 コミカルな要素を多分に含んでいる。ただし、ゲーム部分の高等無形さに反して、メインストーリーは至ってシリアスである。基本的なシステムは、同社の喧嘩番長シリーズに告示しており、自由に行動可能なマップ上で指定された場所へ向かう、ことでイベントを発生させ、ストーリーを進めていく形式となっている。エリアの区分はあるものの特に移動制限はなく、 初期状態からいきなり高難度のエリアへ行くことも可能。移動する際は、徒歩以外にも、タクシーや他人の車、バイクなどを借用して利用することができ、車両は自費で購入して所有することもできる。本作には時間の概念が存在し、ゲーム内の1分はリアルタイムの1秒としてカウントされる。各施設とイベントにはそれぞれ開始。 終了の時間帯が設定されており、その日に終了したとしても、いずれも翌日になれば、同じ時間に再開される。イベントの場合、指定された、時間内に行かなければ、仲間から操作を中断する、胸の電話が入る。マップ上の NPC には、犯罪者の有無を問わず攻撃することが可能で、一定以上のダメージを与えるとそれ以降一切、抵抗しなくなる。 幸福状態になる。幸福状態になった NPC には、逮捕や、れ法の発動のほか、さらにダメージを与え続けることで殺害することも可能。ただし出血などの残虐な表現はない。画面上には、体力、気力、刑事の間始末書などのパラメータが表示されている。体力は戦闘などでダメージを受けることで減少し、例になると、ゲームオーバーとなり、 コンティニューを問われる。気力は特定の行動を取る際に消費され、アイテムの使用、ダメージを受ける与える、喫煙を行うなどで回復できる。喫煙の場合は徐々に回復するが、マップ上に点在する喫煙サークル内で行うと、通常より回復速度が大幅に高まる。刑事の勘、始末書については講述する。主人公は、 愛炎化であるためなまみで長時間走り続けた場合、やがて息切れを起こして少しの間行動不能になってしまうが、これはステータス強化やアイテムの使用などで解消できる。セーブやアイテム整理は警察署または自宅で行える。マップ上を通行する NPC の中には一般人に紛れて犯罪者が潜んでいる。一般人と犯罪者の死人による判別は、 不可能であり、犯罪者を探し出すためには三上自身の持つ刑事の勘を頼りに、怪しいと思われる NPC に職務質問を行う必要がある。怪しい NPC に接近すると、画面上に表示されている刑事の勘メーターが大きく触れ、その NPC が犯罪者である確率が非常に高くなる。しかし刑事レベルが低い状態では、 刑事の勘が誤作動してしまうこともある。職質をかけると、一般人は、画面上にその人物に関する近況が表示された、上で、普通の会話をしてくるものと、当然ながら疑われたことに対して、不快感を露にする者がおり、後者に当たった場合は始末書が発生してしまう。逆に、犯罪者である場合はジングルが鳴り、画面上に犯した罪状が表示されると同時に、 専用のリアクションを見せる。犯罪者は一般人とは異なり、頭上に容疑者マークが表示され、職質後にその場で降伏する、反抗して逃走する、戦闘を仕掛けてくるのいずれかの行動をとる。その場で降伏してくれた場合は特に問題はないが、反抗された場合は、戦闘を行いじからことごとくで降伏させる必要がある。なお、 犯罪者と確定した NPC には、いかなる攻撃を加えても始末書は発生しない。幸福状態の容疑者に接近すると、逮捕は俺方の二択が表示され、選択した側により、以下の行動が可能。逮捕その場で、容疑者を取り押さえて逮捕する。逮捕するたびに、刑事経験値が加算され、一定以上に達すると、刑事レベルが一段階アップする。 刑事レベルが高くなると、気力の消費量が軽減され、刑事の管の精度もより高くなるほか、犯罪者が反抗しなくなり、戦闘を行わず素直に降伏するようになるなどの恩恵を受けられる。ただし容疑者以外の NPC を誤って、逮捕してしまった場合は始末書が発生する。俺、法制式名称、俺が法律だ。 本作を象徴するシステムで国の法律ではなく主人公である三上自身の法律で容疑者を裁く。ただし正式な逮捕ではないため発動すると始末書が発生してしまうほか治安度を低下させてしまうリスクを伴うが状況次第では非常に大きな見返りを得ることが可能。発動には気力を消費するため気力が少ない状態では使用できない。 制限時間内に以下の3種類から1つを選択する。なお、制限時間内に上記のいずれも選択しなかった場合、相手が逃げてしまいおれ法は不成立となる。三上が警察官にあるまじき非合法な行為を行った場合、ペナルティとして始末書が発生する。発生枚数は各行為によって異なるものの、基本的に犯罪者以外の NPC に発砲する。 車両で引く、他人の車両を破壊するなど、明らかに重罪な行為を働くほど、大量の始末書が発生する。始末書が50枚を超えると、タクシーが利用できなくなり、100枚を超えると、下記の逃亡者モードに突入してしまうため、始末書はこまめに処理しておく必要がある。始末書の処理方法は、以下の3種類がある。戦闘方法は主にすでによる格闘だが、 攻術する武器も使用できる。攻撃はボタンによって強弱に種類が存在し弱は威力は低いが連続入力することでコンボ攻撃になり強は単発で隙は大きいが威力の高い一撃を放つほか弱攻撃からの派生でコンボに組み込むことも可能。コンボは初期状態では3回までだが攻術の格闘スタイルレベルを上げることで 最大5回まで繰り出せるようになる。また、強弱どちらもボタン長押しにより、高威力のチャージ攻撃に変化する。このほかボタンとスティックの組み合わせによって、投げ、馬乗り、必殺技など様々な攻撃が可能。チャージ攻撃と必殺技は発動する際に気力を消費するため、気力が少ない状態では使用できない。攻撃する際は、対象のロックオンが可能で、 ロックオンをしている間は、自動で対象のいる方向を向いて攻撃できる。ダメージを受けた、際の無敵時間は、ダウン状態から起き上がるまでの間にしか発生しない。そのため吹き飛ばされていたり、壁にうなだれていたりなどで、ダウン状態でも起き上がり動作ができない。空中判定の相手に対しては、反撃の余地を与えることなく、一方的に攻撃できるため、 疑似的な空中コンボが可能である。戦闘をするたびに戦闘経験値が加算され、一定以上に達すると戦闘レベルが一段階アップする。戦闘レベルがアップすると、スキルポイントが蓄積され、ステータス画面で各スキルに割り振ることで、三神の戦闘能力の強化が可能。武器三神はすでによる格闘のほか 主に拳銃とバズーカの2種類の武器を使用することができる。入手した武器と弾丸はメニューからそれぞれ装備したいものを選択する。ただし、マップ上で併用することはできない。拳銃、バズーカ共通の特徴として、命中すると対象は高く吹き飛びダウンする。装備しているだけで周囲の NPC は三神を恐れて逃げ出す。 犯罪者以外の NPC に向けて発砲すると大量の始末書が発生するというものがある。ストーリーイベント以外にもマップ上では主人公の周辺で一般 NPC による事件イベント e ージークライムがたびたび発生する。発生すると画面上に警察署からの無線テロップが流れミニマップに手錠マークで場所が表示される。 時間内に指定された場所へ向かい、当事者から事情を聞くことで、e ージークライム開始となる。なお、e ージークライムは時間経過によって消滅する。無事に成功させると報酬として、事件解決ポイントと、刑事経験値を同時に獲得できるほか、その地区の治安度が、大幅に上昇する。逆に失敗した場合は当然報酬は得られず、治安度が低下してしまう。また、 戦闘関連の事件では、加害者を逮捕せずに折れ方で裁いたり、ダメージを与えすぎて殺害してしまった場合、即失敗となる。事件内容には、様々なバリエーションが存在するが、以下の3種類が、ベースになっている。各地区の治安の状態を表すパラメータ。各地区の治安度は、画面上に表示されている、地区名、または、ポーズメニュー。 マップ画面の色で確認できる。治安度は、前後段階、量と悪の2種類に大別され、治安度が悪い状態ではその地区の全施設が一時、営業中止となり利用できなくなるほか、イージークライムが頻発するようになり、職質をかけた犯罪者も反抗しやすくなる。治安度は、容疑者を逮捕する、イージークライムを成功させるなどで上昇し、 始末書が発生するような行動を取る、e ージークライムを失敗する、見逃す、犯罪組織を放置するなどで低下する。各地区にはそれぞれ犯罪組織が徘徊している。構成人数は地区によって異なり、高難度の地区ほど構成員が多く戦闘能力も高い傾向にある。また、各犯罪組織には、三上との有効度が設定されている。有効度は、敵対関係、 無干渉状態、友好関係の3種類に対別され、敵対関係以外の犯罪組織とは、会話が可能。これらの状態はポーズ、または、警察署メニュー、地区別犯罪組織情報から確認できる。友好度は、犯罪組織に攻撃を加えることで低下し、敵対関係になると構成員が、マップ上で三上を見つけ次第、突然戦闘を仕掛けてくるようになる。 逆に犯罪組織に手を出さずに放置しておいた場合はその地区の治安度が徐々に低下し犯罪組織との有効度は高まっていく有効関係になると時々構成員からお礼として特定のアイテムを受け取ることができるなお一度攻撃を加えて敵対関係となった犯罪組織に対しても放置して時間を空けることにより有効度を高め最終的に 友好関係にすることも可能。地区内の構成員は全滅させない限り、倒していたとしても、時間の経過で徐々に人数が補充される。地区内の全構成員を倒すと、イベントが発生、組織のボスが登場してその場で戦闘になる。ボスを倒すとその犯罪組織は、撲滅済みとなり、事件解決ポイントを獲得できる。また、以降その地区には、 犯罪組織が一切登場しなくなる。ゲーム中では特定の条件を満たすことで、刑事伝説が達成され、同時に、特定のアイテムを入手できる。無意識のうちに達成してしまうようなものから、高度な技術を要するものまで、条件は様々である。達成した伝説は、自宅メニューから閲覧可能。一種のコレクション要素であり、 刑事伝説自体は達成の有無によるゲームの進行に干渉することはない。一部を除き、マップ上で該当する建物の入り口に表示されているサークル内に入ることで利用できる。施設によっては治安が悪いと営業停止状態になり利用できないものもある。ありがとうございます。